ジャニーズ性加害問題の被害者が、東京新聞の望月磯子記者がキャスターを務めるアークタイムズについて言及したとのことですが、ありえないルーズさにツッコミが殺到し大炎上しているようです。被害者が語ったアークタイムズのずさんな対応とそのふざけた言い訳、望月磯子記者のブーメラン直撃なる過去の発言など、ネットの望月記者に対する辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。元朝日新聞の尾形俊彦記者が創業者で、東京新聞の望月磯子記者がキャスターを務めるニュースメディアアークタイムズについて、旧ジャニーズ事務所に所属しジャニー喜多川氏による性加害を受けたと告白した元忍者の志賀康信さんが24日自身の X 旧 Twitter を更新、二度と取材はお受けすることはできませんと伝えています。志賀さんはアークタイムズの取材を受け24日の配信を告知していましたが、24日午後3時過ぎにお詫びとポスト、続けて本日配信予定でありましたアークタイムズの私の配信が中止となりそうです、確認を急いでおりましたが、この時間になっても返信はございません、ニュースは来たものですので優先順位があって当然であると理解しております。しかしながら取材時間が予定よりずれ込んだり、私にも経営陣としての立場がございます。スケジュール外で時間が押してしまうことは承知しておりますが、密なスケジュールの中を受けしそのようなことが起こったことで、取引先の企業様方に多大なるご迷惑をおかけしてしまいました。私の判断ミスですと取材で起きたトラブルを明かしました。志賀さんは続けてメディアの一部ではございますが、このようなことが事実として、芸能界では当たり前に起こっています。通常の企業が経営陣とのアポ取りとルールを守る、当たり前のことです。芸能界は許される、今の私には到底理解ができません。残念なことですがアークタイムズには二度と取材はお受けすることはできません。皆様の信用を落としてしまい誠に申し訳ございませんでした。引き続き活動は続けてまいりますので何卒よろしくお願い申し上げます、誠に残念ですと今後は取材を拒否する方針を伝えました。また体調が悪い中で取材を受けていたことも告白、このようなことがさらに人を傷つけると本音を吐露すると分かったふりだけはしてほしくない、分からないならそれなりに人をいたわることを知っていただきたい、誠に残念です、皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしまして本当にごめんなさいと投稿した。その後午後4時になりアークタイムズからご連絡いましがたいただきました。本日19時過ぎの配信予定だそうですと報告。なんだかな、 X でコメントしたから、皆様大変お騒がせし誠に申し訳ございませんでしたと謝罪したが、なぜか私がお詫び、なんだかな、よろしければ引き続き何卒よろしくお願い申し上げますとポストし、さらに19時過ぎの配信みたいだからよろしくお願い申し上げます、本当にごめんなさいと予定時間からさらに遅れることについて重ねて謝罪していた。その後、アークタイムズも公式 X を通じて、志賀様、アークタイムズスタッフです。現在、配信しております。昨日夕方の収録から、その後、編集等に時間がかかり、告知が遅れて申し訳ありませんでした。と理由を説明。一番、多くの皆様に見ていただける時間がいいと思いましたので、午後7時半からの配信にしましたと釈明しています。志賀さんは、
アークタイムズの動画で、誹謗中傷の現状やスマイルアップの現状について訴えていたようです。ニュースを深掘り。というわけで、旧ジャニーズ事務所に所属し、性被害を受けた志賀氏が、望月磯子記者がキャスターを務めるアークタイムズの今後の取材の拒否を宣言したということでしたね。志賀さんが取材を拒否したくなるのも当然ですね。アークタイムズも公式 X を通じて、志賀様、アークタイムズスタッフです。現在配信しております。昨日夕方の収録から、その後編集等に時間がかかり、告知が遅れて申し訳ありませんでしたと理由を説明。一番多くの皆様に見ていただける時間がいいと思いましたので、午後7時半からの配信にしましたと伝えている。とありますが、社会にいても小学生の言い訳する人がいることに驚きです。まるで何も悪いと思ってなさそうで、よくこんなふざけたメッセージ出せたものですね。そもそも午後7時半が間違いなく一番多くの皆様が見る時間なのか、意味がわかりません。このアークタイムズ、時間に非常にルーズなようですが、望月記者はこのジャニーズ性加害問題での松野官房長官との会見でのやり取りの後、自身の X、 旧 Twitter で松野長官に対し、なぜそんなにのんきなのかと批判しています。これは昨年11月に行われた松野博一官房長官の記者会見において、旧ジャニーズ事務所の性加害問題をめぐる元ジャニーズジュニアのインターネット上での誹謗中傷対策で政府は何かやったのか、やってないじゃないか、何一つと激しい批判を繰り広げ、松野氏が会見で参照している資料もやり玉に挙げ、分厚い紙には答えてはダメだとか書き込みがあるのかなどの挑発質問を連発していました。また望月記者は、一人の方が亡くなった、本当にあってはならないことが起きた、この事務所だけには任せていられないのではないかと、ジャニーズ性加害問題当事者の会に所属する40代男性が自殺したことについて松野官房長官に繰り返し見解を正しましたが、松野官房長官は個別具体の事案に政府としてのコメントは差し控えると交わしましたが、望月記者は被害を訴えている478人に対し、政府や警察が聞き取りを行っていないと指摘。さらに、ネット上の誹謗中傷対策に警察は動いているのかと迫っています。これに対し、松野官房長官は、捜査当局で必要な事案があれば、法と事実に基づき、適切に対応していると考えると説明しましたが、望月記者は考えるじゃないですよ、と反発し、その後も、政府が取りまとめた子どもや若者の性被害防止に向けた緊急対策パッケージについて、浸透していないと認めるかと揺さぶりを続けていました。と、これまでもジャニーズ問題などを含め、散々政府に噛みついて、官房長官になぜそんなにのんきなのかと迫っていた割には、今回被害者である志賀氏への取材での、このアークタイムズのありえない言動はお粗末で、これまでの記者会見での望月記者の立ち回りは、単なるパフォーマンスだったと言われても仕方ありません。実際、ジャニーズ問題で暴走が止まらない中、東京新聞のベテラン記者が昔は、朝日や読売を打ち負かす特ダネを取ってくる優秀な事件記者だったんですがねと嘆いており、また、昨年10月2日に開かれたジャニーズ事務所の会見でも、望月記者は自分を指してもらえなかったことを理由に何度もわめき散らしており、その姿を見た視聴者の多くが呆れ、会見直後は SNS 上に下品、傍若無人などの批判があふれ返っていました。しかしながら、その後、
ジャニーズ事務所側が指名しない記者をまとめた NG リストを作成していた事実が発覚すると、風向きが変わり、望月記者は SNS で茶番、八百長会見と語気を強めて批判。東山氏と井ノ原氏の辞任を強く求めます。やり直し会見を求めますと攻勢を強めていました。ただ、この一連の騒ぎについても、東京新聞の中堅記者は、NG リストの件で、ジャニーズ事務所側に問題があったことは間違いない。ただし、それと、彼女の振る舞いは別問題だと思います。300人も出席した会見で、自分が刺されないことを問題視すること自体が傲慢でしょうと語り、呆れていました。結局、どこに行っても、トラブルの種になる望月記者。周囲の人間のみならず、身内からも相当煙たがれているようです。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。望月さん、説明責任を果たしてください。どうして遅れたのか。今後はどう考えているのか。他人にはああしろ、こうしろと言っている側が、記者会見で他者のことも顧みず、自分勝手な主義主張を垂れ流す。一般企業会社が相手だった場合、望月氏のような人間は、今後すべて一切相手してもらえなくなるということ。なぜ確約ができない内容を、今回の相手である志賀氏と、出来もしない内容を約束したのか意味不明でしかない。編集に時間がかかったのは、望月氏及びアーク側の身勝手な自己都合。これでは、志賀が激高激怒するのも至極当然だろ。これが世間社会の普通一般企業会社だったら、完全確実に契約打ち切られて解消破棄される話。本当に、テレビ局の人間は一般常識がなっていない。望月さんたちにしてみれば、旬が終わったってことなんじゃない？志賀さんじゃ再生回数稼げない。と思ったんでしょう。食いつきの悪いネタに興味ないんだよ。彼女ってそういう人だと思う。この二人の YouTube 報道は、誰かが暴いたスクープの美味しいところだけを報道するハイエナ活動。だから、取材対象の志賀さんをないがしろにでき、自分たちに利益が出るタイミングで報道する。望月氏の思想そのものを一切除外して考えたとしても、人にはあれだけすぐ話せとまくし立てるのに、肝心の自分はルーズで、時間もルールも守らないとか、それだけでもう記者として最悪。取材拒否は賢明だと思う。自称メディアのアークタイムズさん、ごめんなさいもまともにできずに何かのせいにする姿はさすがですわ。望月さんは取材する資格ないんじゃないでしょうか。赤木さんの奥さんともトラブルになったり、国会に入り込んでやじ飛ばしたり、問題行動が多すぎる。こういうことってあるよね。苦情を入れたりしたら動き出す。怠慢と感じてしまうだけ。志賀さん、ダメだよ、騙されちゃ。この記者だよ、被害者の会で、被害者を会見で質問攻めして、親族が涙を流して質問をやめてと懇願した女だよ。とても記者と言えない。拒否当然、いそこには全ての方が関わらない方がいいです。所詮なんだよ、三流以下のメディア認定やね。自分の熱が入ってなきゃほっとく。彼女の行いは子供と同じように感じた。またいそこか。まあ活動家機関誌のアークタイムズだしって感じ。望月いそこが感情に任せて取材内容も曲解して、自分に都合のいい
フェミに都合のいいだけの打文が書かれたただのゴシップ誌の取材なんて受ける意味もなければ読む人もおろか。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？アークタイムズならぬルーズタイムズといった感じですね。まあ、朝日新聞やら望月磯子やらの時点でお察しですが、配信時間を連絡もせず、一番多くの皆様に見ていただける時間がいいと思いましたので、午後7時半からの配信にしましたと、恩着せがましくあなたのために時間を変更したとのたまうあたり、まともな社会人がすることではありません。望月記者も、記者というより、活動家ですものね。活動家に、社員として記事を書かせている東京新聞は、そういう新聞社ということなのでしょう。一時物議を醸した NG リスト記者について、当時非常に問題視され、ジャニーズ事務所は批判を浴びましたが、あのリストは、やはり至極真っ当なものであったと改めて思ってしまうのは私だけではないはずです。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。